はい、どうも皆さんこんばんは。狼さんでございます。今日はですね、こちらですね、ルール・オブ・サバイバルというゲームを試しにやってみたいと思います。荒野行動なんかを作ってるネットイースが同じくリリースしてるゲームなんですけど、日本じゃあんまり知名度ないですかね。多分同じぐらいにリリースされたゲームだと思うんですけど、荒野行動と荒野行動やら PUBG やらあの辺のゲームとルール的にはほぼ一緒ですかね。 ルール的にはほぼ一緒です。出てくる銃とか乗り物とか、なんかその辺のギミックは若干というか、まあ違うんですけど、基本ルールは同じですかね、多分。 多分ね、あんまりね、まあ、やったことないんですよ、私も実は。操作方法を見るのに操作方法を見るのにちょっとやってみた感じですね。まだレベル1ですからね、これね。まあ、いろんな武器やら乗り物やらいろいろあるみたいなんで、多分2、3回やったぐらいじゃね、把握できないと思うんですけど、ちゃんと日本サーバーもあって、日本人のプレイヤーもいるんですかね。日本サーバーがあるのか、いるんでしょうね。とりあえずフレンド誰もいないんで、シングルでやってみたいと思います。操作だけはちょっととりあえずいじって、まあゲームはできるようになったと思うんですけどね。さっきちょっとやって操作方法っていうか、変えたんですけどね、できるように。 で、荒野行動よりももうちょっとカジュアルな感じですかね、なんか見た目、画面的にね。でもう走ってるでしょ、これね。 もう乗っとるやん、ロビー。まあいいか、120人ってなってますけど、120人もいるのかなって感じですね、本当に。 まあこの辺もほぼ一緒ですよね。まあルール的にはほぼ一緒なんでしょう。マップちょっとちっちゃいかもしれないですけどね。どこ行こうかな、どうしよう。真ん中ら辺に行った方がいいのかな。ここ行ってみようか。なんだろう、これ。ここ行ってみようか。飛行機がめっちゃ近代的ですけどね。なんかちょっと未来、設定が未来なんですかね。ちょっとね、字が読みにくい。 字が読みにくいじゃん。それ邪魔だよ、それ。邪魔。ちょっと待って、ちょっと待って、そっちじゃない、こっちだ。やばい、届くのか、これ。届かないんじゃないか。行きたかった場所どこなんだ。あそこか。なんか BGM あるのが新鮮ですね。荒野行動 BGM ないですからね。BGM があるだけでも新鮮だ。何にもないじゃん、ここ。やられたか、これ。失敗したか。はい、到着。走らないの、これ。走れないの。 走った。だいぶちょっとラグいかな、だいぶ。これなんだろう、取れないのかな。 だいぶラグいですから。AKM 救急箱、散弾銃、まあいらない、狙撃銃の弾倉だとか。 まあほぼね、ルール的には一緒だと思うんですけどね。操作方法若干違うかな。銃波。 3分、あと3分どうしようかな。画面的には PUBG っぽいっちゃっぽいですけどね。今何持ってんだろう、今。これ持ってんのか。自動。撃ったる、撃ってる、撃ってる。誰かいる。誰かいるじゃん。なんだお前。死んだのお前。死んだ、死んだ。デザートイーグル。あそこにも人いるじゃん。ちょっと待って、あそこにも人いるけど。すごい、反動がすごい。 正面から向かっていく。 なんだこいつ、ボットか。反動すごいな、これ。反動が まだいる、そんなところにもいるじゃん。
めっちゃ敵よるやん。あ、弾なくなった。弾なくなったじゃん。あれマジか。ちょちょちょ、そんなのあり、そんなのある、そんなのある。ちょっとちょっと、ハンドガンだ向こうだったら。敵が弱い。敵が弱すぎる。なんだこれ。何が何か分かんない。 あそこにもいるじゃん敵。あんなとこにもいるじゃん。めっちゃ撃たれんだけど、めっちゃ撃たれるけど誰も当たらないってのはミソだねこれ。下手くそ。あ、ちょっと待って、銃ない。あ、ちょっと弾がないわ。弾ないわ。すっげえ撃たれてるけど、すっげえ、うわ、画面バグるバグる。すっげえ撃たれてるけど、至近距離から撃ってるのやろ。ちょ、めっちゃいるじゃん。なんでそんな敵いっぱいいるの。下手くそか。あ、ジャンプ打ちしやがるこいつ。びっくりチキンとかなんか意味わからん。拳銃、散弾銃。あ、バックあったね。バック欲しいなこれ。バック取った方がいいんじゃないか多分。あ、また来たな。また誰か来た。 M4 があった。俺のハンドガンの餌食になりたいのかお前。飛ぶ。当たんねえこいつ。え、当たんねえよマジ。お前マジなのそれ。すっげえ走ってるけどこいつ、すっげえ走っていくな。ボットだなこれ。死なねこれ。ボットだな、完全にボットですね。小銃の弾何キルした。一瞬で結構キルしたけど。え、そして死にそうじゃん俺。よく見たらね、死にそうになってない。なんか気のせい。気のせいじゃないよね。いそれはあんだけ叩けば撃たれるわな。救急箱使いました。あ、回復 OK。リロードとかできんの。弾がさ何発あるか分かんないんだけど。59発しかないのか。どれがどの弾かっていまいち分かって理解してないんだけど。小銃これ89。え、一緒か、変わらんか。爆撃開始。あ、物資落ちてきた。物資落ちてきたよ。散弾銃持ってるけど弾ないじゃん俺ね。散弾銃、なんだこれ、金のやつ。トロフィー拾って拾って、あ、拾っとこう。なんかわかんないけど。あ、なんかいいことあるんでしょうね多分ね。イベントかなんかかな。中級ギア、中級ギア、あ、拾えないの。中級ギア拾え。ちょっと反応が悪いねいまいちね。反応が、ちょっと待って、どこ向いてるかわかんないんだけど。あ、これ窓突き破れる。突き破、あ、まあ、ガラスないのか。ガラスないみたいですね。ガラスはないみたいだ。そこにも誰か死んでるってことは戦いがあったのかなこれ。敵いるかな。これ死体だよねいわゆるね。あ、車来た。やっぱ引かれる。なんかすごいの、すごいやつ降りてきた。あ、撃たれた。速攻死んだ。めちゃめちゃ反動がでかいですね。すごい反動、なんかリコイルがすごい。次へ。運が悪かっただけですよ。そうなんかな。完全に腕がなかったでしょ。はい、ということでこんな感じのゲームですね。まあよかったら皆さんやってみてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。オオカミさんでございました。またね。あ、バイクは、バイク乗ってみたいね一回ね。どんな感じなんだろう。432かっこいい。なんか、あ、かっこいい。あ、速っ。動かないぞ。あ、これで動かす感じ。あ、これで動かす感じ。ちょ、めっちゃ速くないと。激しい激しい。めっちゃ激しい。音おかしい。100キロ。ああ、待って待って、車がある、車がある。ちょっと止まれ。どうやって降りんだこれ。下車。
車に乗ってみよう。車も一緒かな。あ、車も一緒。ああ、車速っ。車速っ。ガソリンは、ガソリンないのこれ。ガソリンのゲージとかないのかな。燃料無限。危ない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 。遅れた。ちょっと待って、燃料無限なのかなこれ。あ、ガソリンあるか。思いっきり書いてあります。この左右のキーは関係ないんだね。あ、これも多分キー設定で変わるんでしょうね。うん、隣町に行ってみようかと思ったけど、こっちまだ漁ってないから、こっち漁ってから行くか。防弾プレート。何これ。走り禁止、壁越し禁止。え、なんだろうこれ。盾かな。盾ひょっとして。あ、違うのか。ん、どういうことだろう。盾ってことこれ。ああ、盾だ。すごい。あ、走れないんだ。あ、走れないよね、これ持ってるとね。イモル、イモリ用か、これ。でも、後ろこれ、後ろ強いんじゃない？後ろから撃たれても平気なんじゃない？当たり判定があったらの話だけど。ねえ、物資あるじゃん。これ物資か。よく見たら。これエアドロップか、これ。よく見たら。なんか、狙撃銃の弾倉、高級ヘルメット、ギリースーツ、ギリースーツ着た。ギリースーツ着ていこう。ギリースーツ着ていこう。ちょっと待って。あの建物、あーっと車来たぞ。一バレした？完全に一バレしたね、今ね。完全に見てったね、今ね。いたいたいた。おお、手榴弾投げられた。あの上に乗ってるよとして見えないんだけど。はい、という感じのゲームですね。